拍手をお送りください。まあ、今週末、走り出しから調子も良くて、メカ、スタッフ、ドライバーともに、きちんと自分の仕事ができて、結果につながったかなというふうに思ってます。一応タイヤ交換する可能性もゼロではなかったので、それに向けて一応レース前にもちゃんと練習をして、できる準備はしていたので、どちらに転んでも行けるようにしっかり準備ができてたっていうのも一つ大きな要因かなと思ってます。僕もなかなかああいうところに立つ機会がないので、思いのほか高いんだなと、またあそこに登れるように頑張りたいと思います。見事岡山開幕初優勝することができました。幸先のいいスタートということで、今シーズンこそは、チャンピオン取れるのかなとかも思っちゃったりする開幕戦でした。車の準備も、本当にメカニックさんみんなで、準備してくれたので、その本当に力が、しっかりこの開幕戦に現れたのかなと思います。非常にメカニックさんが昨年末の悔しさから、チーム一丸となってこう今シーズン、勝つために、しっかりこう準備してきてくれたので、その結果を開幕戦で示することができてよかったです。この調子で、今シーズンも頑張りたいと思います。